ありがとうございました。毎月エセ教団チェーンテレビお二人に、やっていただいております。はい、これはまだ序の口なんですね。はい、これからこのような働きが本格的に、はい、始まっていくんだということをぜひ皆さん覚えて、はい、その中にご自分の名前もぜひ、心を入れておいてほしいと思います。私は何をするのか、やはりメッセージを語るとか、今ここで、今月は渡辺兄弟が司会をするとか、稽古姉妹が司会するとかありますけれども、はい、それがだんだん広がり、さらに、はい、重い責任がそこに関わってくるんだということを覚えてほしいと思います。それでは先ほど開かれました旧約聖書ホセア書の11章、はい、そこをお開きください。1節から4節ご一緒に読んでみます。ホセア11章の1から4までご一緒に読んでみます。はい、イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。それなのに彼らを呼ぶは呼ぶほど彼らは猶予遠ざかり、バールたちに生贄を仕掛け、刻んだ像に子を借りた。それでも私はエブライに歩くことを教えて彼らを手に投げた。しかし彼らは私が癒したのを知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを抜いた。私は彼らにとってはその顎の空腹を外すもののようになり、優しくこれに食べさせてきた。はい、今日のメッセージの題は、人を引く愛の綱。神様がイスラエル人、ユダヤ人たちを、はい、養い育てた、はい、それは愛によってそれを成してきたんだということを、はい、このホセア書で教えているわけです。今日はこの雨が降って、今お話のようにですね、台風11号ですか、はい、私のふるさと愛知県、隣の三重県は特別大雨警報が出てですね、大変な事件になりそうだとこうおっしゃっております。朝起きてみると確かに雨が降ってたんですね。はい、そして私は日曜日の日はいつも、はい、散歩に出かけております。ワンコを連れてね、はい、そして今日は珍しい雨で、これいけないになるのかなと思ってましたが、やはりいつものように祈っておりました。はい、散歩に行きますよなんてね、はい、そして祈っておりました。だいたい7時頃、あるいは7時ちょっと過ぎか7時ちょっと前にこう出るんですけど、その頃だんだん降っておりました。はい、そしてそれが8時近くになったんでしょうかね、8時近くになって雨が小降りになってきてやんできたんです。そしてワン君を自転車に乗せて、はい、そして傘を差さずに出かけていきました。はい、そして、河川敷の方に行きました。はい、ほんのわずか雨降っておりましたけれども、はい、そこでいつものようにお祈りをし、してまたお祈りしました。はい、マタイ伝の17章、あれは21章に、出ております。イエス様が、あなた方がこの山に向かって海に入れと言えばそのようになる、ね、この一軸の桑の木が、抜かれて、そして、この植わるというその言葉、山が移っていくというその言葉ですかね、それがある、はい、すなわちイエス様は私たちクリスチャンの言葉、それに権威を与えているということを言っているわけです。山に命令する、はい、またマタイでの16章を見ていただくと、ペテロが あなたは生ける神の子キリストですということを告白した後、私はあなた方に、はい、天の御国の鍵を与えますということをイエス様はおっしゃっております。マタイの16章、はい、今吉田兄弟は神の福音をメッセージを語ったわけです。神の言葉を語ったわけです。神の国にどうしたら入れるかということを語ったわけです。はい、その言葉を、彼の語った言葉を信じれば、はい、私たちは救われ、天の御国に入るわけです。マタイの16章では、あなた方に鍵をあげます。天の御国の鍵をあげた。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれておると。何でもと書いてあります。またあなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれていますと、こう言っております。はい、これは、はい、カソリックの人たちはこれはペトロに与えられた言葉であるとこう言っておりますけれども、ペトロ一人ではないんですね。はい、
ここではあなたがと言って、確かにペテロ一人の名前がついておりますけれども、はい、次の18章、またあの18章を見ていただくと、はい、18章の18節、誠にあなた方に告げます。今度は複数です。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれている。あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのですと言って、はい、鍵を与えられて、天国の鍵を与えられ、またこの神の言葉、権威ある神の言葉を私たちは与えられているわけです。はい、イエス様はマタイの一番最後、28章で、はい、私は世の終わりまであなた方の一緒にいますよと、うん、だから私の福音を語りなさい、ね、天においても地においても、はい、私は全ての権威を与えられております、だからあなた方は行って福音を伝えなさいということを言っているわけです、はい、イエス様の権威は天においても地においても権威を持っていらっしゃる、ね、十字架にかかり、そして死に、はい、そして3日目によみがえってイエス様は天に帰っていきました、はい、このことを通して、はい、イエス様は、はい、権威を持たれたわけです。天上の権威、地上の権威、全てのものの権威、最高の権威を持ったわけです。その方が私たちに今言っているわけです。天国の鍵を与えますよ、うん、あるいは地上において、はい、あなた方がつなぐなら、あるいは地上においてあなた方が解くならば、天においてもそれが実現しますよとこう言ってるわけです。ということで、あなたが、私たちがイエス様を信じた時にどういうことが起こったかということを知る必要があります、はい、すなわち私たちは、はい、神の、はい、言葉の権威、キリスト様が持っていらっしゃる権威を、はい、神様から与えられたということになるわけです。自然界に対しても、今先ほどのあらゆる時に、はい、死を求めようと言っておりますが、あらゆる時に神様の言葉を語り、はい、あらゆる状況において神の言葉を語るその権威、それで神の技を成す権威を私たちは与えられておる。これがクリスチャン、神様の子供、はい、神の国の相続人の立場であり、その力です、権威です、はい、それを私たちは知る必要があるんです。ということで、クリスチャンになるということはもちろん、ね、病気が治ったり、ね、商売が繁盛したり、ね、災いから守られたりということがもちろん個人的な私たちの、はい、幸せということが、はい、要するに異邦人たち、偶像教徒たちが求めている家内安全、商売繁盛、無病息災、五穀豊穣というね、こういうお札についている祝福を新興宗教やいろんな偶像教たちは言うわけですけれども、はい、それもまた重要なことですけれども、はい、私たち神様、イエス様を信じた者の権威はそうではない。神様の言葉を語ることによって、はい、神の祝福をこの世に人々に与えるというこの特権、資格を与えられているということ。要するに神の国の、はい、一員、神の国を建設する一員に私たちは選ばれてるよということです。そのお仕事をなすのは私たち信仰者ですよ、はい、解く、また結び、解放するというその鍵をあなたは与えられてるんですよということを知る必要があるわけです。ホセア書のホセアはその預言者という立場で神の言葉を預かってイスラエルの人々に、はい、この会員や、ね、様々な偶像礼拝や罪によって神様との約束をこの破ってしまって、神様の祝福から、ね、離れて、そして神様の祝福ではなくて神の刑罰を受けて、はい、外国に、はい、アッシリアに、はい、あるいはバビロニアに、はい、奴隷生活を送っている人々に対するこのメッセージを語っておるわけです。やはり福音を語っているわけです。神様の愛の御言葉を語っているわけです。これがホセアのお仕事なんです。ですから私もね、祈ってたんです。これ雨が止んできたんです。雨を止まれっつってね、いつも祈るんですよ。それで今朝は、ね、太陽が出ろっつってね、祈ってた。大空へ現れよって祈ってたんです。そうなるんですね。
娘ヨシコ牧師は私に言いました。東京の A 牧師は祈ると、はい、彼の祈りは耳が癒されます。でもう一人の K 牧師は彼が祈ると子供が生まれます。お父さん、あなたの祈りは雨が止むのにですね。まあ個人個人いろんなね特色があるかもしれませんけれども、はい、皆さん方、はい、皆さん方にも信仰の言葉が与えられている、ね、皆さんこの教会に来てクリスチャンの信仰生活をしているというのはどういうことを意味しているか。はい、イエス様を信じて罪許された者が何をするか、ね、イエス様を信じた者はどういう立場に立っているかというと神の子供です。同時にもう一つは新約聖書のガラテヤに出ておりますように信仰の人はアブラハムの子孫な、アブラハムの子孫な、アブラハムと同じ信仰の、はい、お仕事をするべき選ばれた人な。この世において信仰を用いて神様の御心を行い神の国を建設し、はい、全世界に救いをもたらすそのお仕事をするように、はい、選ばれておる。五穀豊穣、商売繁盛、ね、無病息災もそうなんですけれどもそれは、はいね、自分の個人的な問題な、個人的な問題のために神様は私たちを救っている、それだけじゃないの。もっともっと大きな問題があるわけです、はい、神様は全世界に救いをもたらそうとしておりますし、はい、そしてイエス様が、はい、今再びこの地上に天から帰って再臨しようとしているこの時代に生きているわけです。毎日毎日私たちはイスラエルとパレスチナの問題をテレビで聞いております。パレスチナがひどい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 ですね。そしてウクライナの問題、このロシアと、はい、そしてウクライナの問題、ヨーロッパ、はい、共同体がそれに、ね、参加したり、アメリカが参加したりしております。またイラクに、ね、アメリカが、はい、このなんですか無人攻撃、爆撃で、ね、爆弾機能を落としたということは言われております。要するに地球は毎日毎日争いに満ちている。戦争から戦争なんです。憎しみから憎しみなんです、ね、クリスチャンの立場を捨ててイスラム教徒にならないぞ殺すぞというのが ISIS ですか、イスラム教国イスラム国家というのを作ろうとしているこのスンニ派 の、ね、あのイラクの世界から集まったイスラム教徒、過激派、超過激派なんです、ね、イスラム教徒、アラブ人、先祖は何ですか。お父さんアブラハムですよ。アブラハムですよ。それがユダヤ教と同じような同じ家族の兄弟を殺そうとしてる。それがあのパレスチナのハマスの連中のやってることなんだ。だからイスラムそれを黙って見てることできないから、ね、報復をやって、ね、大変な爆弾雨あられてやってるんですが、最近はハマスも強くなってね。テルアビブに打ち込んでるわけです、ロケット、うん、去年ハーフの賛美大会に出てきてやってきました、イスラエル中島姉妹、中島さん子供連れてメイタール君って子供が生まれてね、ユダヤ人と会って日本に来たわけ、賛美大会に来たわけ。それでその人たちの家族今テルアビブに住んでエルサレムに行ったのかなと思ったらテルアビブに、ガザからテルアビブまでロケットが飛んでくるわけです。ね、そうすると彼はどうするか、地下のシェルターの中に逃げ込むわけです。それが絶えず絶えずこの起こっていくから、ね、もういつも気にしてそれを注意して生活をしていなくちゃなんないという。これが私たちの地球の姿、人類の姿、ね、はい、クリスチャンとイスラム教徒あるいは、ね、ロシアと、ね、ウクライナ、はい、そういう争いに満ち溢れている。神様はそういう中から、はい、アブラハムという人を選んだわけです、はい、それで神様はそういう中からあなたを私たちを選んだ、選んだんです、あなた私たち吉田兄弟選んだ、吉田様ね、ベテランだからやるのかなと思ってると大間違い、
あなたや私を選んだんです。そうなんです、うん、今日は教会学校で学びをしました。私は何回でも入らないでね、最後に1本だけ入りました。えらい喜んで、ところが稽古しまい5本連続全部入れちゃって、なぜだ、やっぱり彼女は年齢が山の美を過ぎて手先が違うから、その手先の広さに全部入れちゃったんだっていう、ね、話をしておったんです。稽古しますから輪投げもすらない上手かもしれません、美容も上手かもしれません、美容のために生まれてきてるわけじゃないんですよ、うん、教会はこの教師として、ね、そして礼拝の司会者として、そしてメッセンジャーとして、ね、子供たちの、ね、霊的な母親としてこの選ばれてその技をするべく、その中の一つが、ね、美容師さんだったり、ね、あのベビーホームのお母さんであったりしておりますけれども、本当の姿は、はい、神の国の鍵を持っている、天国の鍵を持っている、はい、福音の言葉を握っているんです。その権威を神様から与えられている。それはここにね、大一部やってる吉田教師が同じことが言える、うん、同じことが言える、吉田教師って言われる同じことが言える。先週最も熱心に教会来た人は、ね、谷口姉妹なんです、ね、月曜礼拝に来、水曜礼拝に来、それで金曜日は、ね、面接試験で休まれましたけど、今日は、ね、早速やってきた、ね、洗礼を受けてもう来なくなったのかなと思って、突然現れて、そうやって忠実にやってらっしゃる、すみませんでした。そうだけど、おそらく何を知らない、私がなぜ教会に導かれてきたか、ね、就職のため、ね、何のため思ってらっしゃるでしょうか、はい、それ自分の考えなんです。神様の方からそうじゃないんです。この姉妹を捉えて導いてきて、こういうことをきっかけにして導いてきて、神の国の建設のためにこの人を用いていきましょうという計画があるわけです。そのために救ってるんです、洗礼を授けてる。ところがところが、ね、ご本人、私たちはそれがとんどわからない。私もそういう信仰生活を、ね、東京で10年ぐらい送ってた。10年経った時に中野兄弟、ね、はい、進学校に入ってくれませんか、入りませんか、それで卒業しました。盛岡行きませんか、はいします、はい、この姉妹と結婚しますか、はいします、ね、そしてやってきたんです、うん、ですから私もない皆さんと変わった人生歩んでるわけじゃない。ただはいはいはいっつって、ね、はい、神様の祝福を求めたのは事実です、はい、そして先週の長谷川牧師のメッセージのようにですね、3つの祝福、祈りがかかる3つの祝福、はい、1つは求めることです。日本人は求めることが下手くそです。遠慮っぽい民族です。2番目は待つことが重要です、はい、長く待てばそれだけ祝福が大きいです。3番目、従うことが重要です、ね、全然私の求めと関係がないような出来事を神様は私におっしゃって、教会は私によってやっててそれを従わせようとしている。そんなことをしたったら私の目的じゃないとこう思ってるけど、そうとんでもハプン、ね、従うことの中に無関係と思われる出来事に従っていくことの中で神の、ね、祈りは聞かれるんですよというすごいメッセージを彼語ってくれた。長谷川牧師は子供さん4人います。まさか彼が4人のお父さんになると私も思いませんでした。今彼何埼玉と東京で開拓伝道して、そして全国の未来ある読書会やって、海外にまでこの働きを広げております。スーパーマンのようなことをやっています。先だって私が言ったように、どうしてそのお金が出るのか私には分からないというような話をしましたけれども、彼はやっぱりそれは祈ってやってるわけです。すごいわけです。奥さんの協力があるからでしょうけど、やって祈ってやってるわけ。個人的な言葉でね、私たちが彼を助けるということがありますけれども、子供たちのね、はい、重要なこと。彼のやってることは個人的なことじゃないんです。福音を伝えることが、ミュライブを紹介してみんなに福音を伝え、教会に行かせることをやってる。
そこに祝福がありし、神様の御心があるんだということをぜひとも覚えて、それがアブラハムの子孫、信仰によっていきますよ。信仰は確かに、ね、自分の必要、物質的な必要を、ね、しますけれども、神様の計画、技が起こりますようにということなんです、神様はアブラハムの子孫に、エジプトに連れて行きました、エジプトで70人が400万、300万に増えました、そのエジプトから連れ出しました、奴隷の状態になってしまったので奴隷状態から救い出しました、そしてまたアラノ40年経って、そして約束の地に入りました。この約束の地をアブラム、あなたに与えます、あなたとあなたの子孫、すなわちイエス・キリストに与えますよと言って、それからもう4000年が経とうとして、イエス様まだ来ていない。イエス様が来た時に、まことにこのアブラハムに語った御言葉が成就する。あなたとあなたの子孫、キリストに王として、またクリスチャンたちを王として、与えますよという言葉が成就する。その中にあなたも、あなたの人生も、組み込まれているんだということを思わない、考えないと、あなたの、私たちの人生、信仰障害というのは何が何だか分からなくなってしまいますよということ。偶像教徒と変わりはありませんよということ、祝福されたというのは何のことになる、金持ちになったかならないかということ、それだけで変わる、あんまり意味ないんだ、そして死んじゃいましたということ、そうじゃありません。キリストの御国、復活してキリストの御国に永遠に、そこで王として過ごします。それで新天新地に入ります。神の都に永遠に住まいをいたしますというところに、神様の究極的な計画があり、私たちに対して御心があるわけです。イスラエルは、私は幼子から愛したけれども、彼らは私が愛すれば愛するほど彼らは偶像を拝んだと。偶像を拝むって何ですか。地上的な祝福を求めるっていうことなんです。財産や家の財産や健康や、そういうことばっかり求める、そういうことばっかり考えることを偶像礼拝とこう言ってる。それであなた方は天にあるもの、上にあるものを、思いなさいと言って、新約でパウロは、この最初に言っております。地上のことを考えていてはいけませんよ。もちろん地上のことも考えますけど、天上のものが究極的な目標だから、それを日々、祈り戦いなさいよということを言ってるんです、今月の給料が悪いとか、今月の、儲けが悪いとか、私たちは確かに思うわけだけども、そのことを通して私たちは、神様の働きが、救いの技が、神の国がどこまで建設していったか、私がその奉仕をしているかどうかということが私たちの一番重要なポイントなんです。50年60年クリスチャンやってても、それが分からないクリスチャンがいて、偶像教徒とほとんど同じで、ただ神様に助けてくれ助けてくれっていうクリスチャンもいるわけです。落ちるけど、今さっきに歌いました、あらゆる時に死を求めよう、小畑めぐみさん、先生先生ハレリア先生の、あの歌った女性なの、彼女心やめる女性なの、それで1年か2年ぐらいもうこの歌をやめようかと思ったらしい。だけど神様に励まれた、やめちゃいけません、作り続けなさいと言って、今年もまた作っておられます。大変素晴らしい歌を、賛美の歌を作ってる、神を褒めたたえる歌を作ってる。これがいくらになるかなんてことは、僕はお金にならないでしょう。だけど神を賛美する歌を作ってるの、それを全国各地で歌ってるんです。皆さんが路傍で歌ってるんです。神のことをメッセージを語ってるんです、そして、あの教会が全国に、そして世界に、アメリカに100の教会ができるとこう予言しておる。全世界のイスラム国から何国から宣教の技を成しておるんだということ、どうぞ、覚えてほしい。そこに命がかかって、祝福がまたかかっておる。本当に祝福された人って、キリストの形を持った人って何を考えて何をやるかなんです。乞食のような考え方持ってちゃいけませんよということなんです。その辺の実業家が考えているようなことも、地上のことを思っててはいけませんよ。もちろん考えますけれども、
健康も考えますけれども、はい、どうぞ神の言葉が成就するアブラハムの、はいね、考え方を持ちなさい。永遠の神の都を目指したアブラハムの考え方を持ちなさい。信仰の言葉が成就するアブラハムのことを考えなさい。そこにあなたの祝福があり、あなたという人間が本当に自立しますよ、あなたという人間の生涯が確立しますよということがそこにあるんです。それを皆さん明確に理解しないと、はい、クリスチャンとしてここの教会に来て、ああよかったということにはならない。決して金持ちになるわけじゃない。だけども、ね、偉大な神様の計画にあなたが預かっていくということになっていきます。いかがしてしまう。それでは僕です。289番、これを歌って最後に。使用に触れ、また内臓の一つ一つの器官にあなたが今宮沢の足、父親の栄光、キリストの皆の栄光を表しておってくださることをありがとうございます。聖霊様、どうぞお一人人のどうぞ信仰を求めに答えを与え、どうぞ主は豊かに、どうぞお一人人を用いてくださいとお願いをいたします。感謝をいたします。聖霊様、何よって信じて祝福します。アメン。それでは主を祝福、賛美歌のもの後も限りなくあらんこと。アメン。
西根、それは吉田教団の結果、松尾でやっていらっしゃるんです。ずっと続いております。どうぞ、運動してあげてください。親族関係者、いろんな方がね、救われ、導かれますように。8月14日、はい、ありがとうございます。それで後ろに書いてあります。8月12、13と書いてあります。祈りと霊の戦い。これは13と14にしますので、覚えてください。13、12を14に振り替えます、はい、奥中山とか二戸とか、はい、は14日に、13日はこれは、はい、福島に行きます。福島に行き、遠藤教団のふるさと福島に行き、そしてまた、放射能の地域の近所まで行きたいと祈りたいと思います。別に放射能安倍に行くわけではないんですが、はい、その近くまで行きたいと思います。参加する、はい、方はそこに名前を書いてある。ただ1日、ガソリン代高いので1回1000円ということで、よろしくお願いします。これは毎年春と夏やってる言葉なんですので、この例の戦い、祈りと例の戦い書くことはできませんのでやっております。この教会の重要なお仕事になっております。主の十字架のグループ、そして全日本リバイバルミッションのグループがこれをまたやっております。あと教会やってるかも分かります。それでは